ヒョンチェ・コンガーは、アメリカ合衆国ワシントン州キング軍、フェデラルウェイ出身の元プロ野球選手、野球指導者、ウト・リョーダ。両親は韓国人であり、韓国名は、チェ・ヒョン。父が、子供の頃に、アメリカ人のオジエイドリアン・コンガーの養子になった、ことから、コンガー姓となった。本類だ王ハンク・アーロンにちなみ、ハンクというニックネームをつけられた。カリフォルニア州の、 ハンティントンビーチ高等学校時代から強権のスイッチヒッター星として注目を集めていた。2006年の MLB ドラフト1巡目でロサンゼルスエンゼルスオブアナハイムから指名され6月16日に契約ルーキー級アリゾナリーグエンゼルスで19試合に出場し打率319.1本塁が11打点1盗塁だった。2007年は ルーキー級アリゾナリーグと A 級シーガーラピッツカーネルズでプレ八84試合に出場し打率290.11本類が48打点9盗塁だった2008年は A 級乱直モンがクエイクスで73試合に出場し打率303.13本類が75打点2盗塁だった2009年は AQ アーカンソートラベラーズで123試合に出場し、打率294.11本塁打、68打点、3盗塁だった。2010年はトリプル a 級ソルトレイクビーズで開幕を迎えた。シーズン途中にはオールスターフューチャーズゲームにアメリカ合衆国選抜として出場し、3点本塁打を放つ活躍で MVP を受賞した。 トリプル A 級ソレトレークでは108試合に出場し、打率300.11本塁が49打点を記録し、9月7日にエンゼルスとメジャー契約を結んだ。9月11日のシアトルマリナーズ戦で7から0とリードした7回裏、松井秀樹の代打でメジャー初出場を果たした。9月15日のクリーブランド・インディアンス戦で、保守として初先発出場し、 メジャー初安打、初打点を記録した。この年は13試合に出場した。2011年は、聖保手のマイクナッポリが移籍したため、ジェフ・マシスと聖保手争いになった。開幕ロースター入りし、マシスと交互に先発起用されていたが、7月19日にトリプル A 級ソルトレークへ降格。8月19日に最初を浮した。この年は、マシスの93試合に次ぐ、 59試合に出場。打率、209.6本塁打、19打点だった。2012年はマシスが移籍したが、新加入のクリス・アイアネッタに、聖保守の座を奪われ、2番手保守も、ボビー・ウィルソンがついたことにより、開幕を、トリプル A 級ソルトレークで迎えた。6月5日に、ウィルソンが、故障者リスト入りしたため、メジャーへ昇格。 5試合すべて先発起用されたが、6月17日にトリプル A 級ソルトレークへ降格。登録枠が拡大した9月4日に再昇格した。この年は7試合の出場にとどまり、実質4番手保守の扱いだった。2013年3月2日にエンゼルスと1年契約に合意。2番手保守へ昇格し、アイアネッタの115試合に次ぐ92試合に出場。打率。 249.7本類が21打点だった。2014年は2年連続で開幕ロースター入りした。2014年11月5日にカルロスペレストニックトロピアーノとのトレードでヒューストンアストロズへ移籍した。2015年は正捕手であるジェイソン・カストロの不審もあり、第2捕手として73試合に出場した。打率こそ。 229と相変わらず低かったが、自身初の2桁となる11本類打を放った。また、33打点、オプス0.759はいずれも自己ベストの数値であり、打撃面で少し成長の後を見せた。一方、ディフェンス面ではとんでもない不振に陥った。DRS6 は自己アーストだったほか、投類を43回トライされて1回しかさせず、 阻止率は2%だった。2015年12月2日に、金銭トレードでタンパベレーズへ移籍した。2016年7月11日にマイナーオプションで、AAA 級ダーラムブルズに降格し、9月6日に、リーフ、8日に40人枠外となった。10月4日に、FA となった。2017年2月9日に、アリゾナダイヤモンドバックスとマイナー契約を結び、 同年のスプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。7月28日に FA となった。2018年5月8日にメキシカンリーグのプエブラ、パロッツと契約する。7月11日に FA となった。2020年からは、両親の母国である韓国のロッテジャイアンツの一軍、バッテリーコーチとなり、指導者へ転身する。ありがとうございます。